皆さんこんばんは、 MK です。マインクラフトパート10やっていきましょう。前回までがっつり冒険に出ていたので、今回は食料問題を解決するために畑作りやっていきたいと思います。そして前回もたくさんのアドバイスコメントありがとうございました。今回はそのアドバイスをもとに畑作り進めていきますよ。まずは村に行って人参と小麦の種取ってきましょう。何を植えようかなと思ったんですけど、とりあえず人参はそのまま食べれるので作るとして、小麦もねパンを作れるのでやっておいた方がいいと思います。あと牧場を作るためにも小麦は必要みたいなんだよね。この辺から分取っていっちゃいましょう。人参と、はい、小麦全部取っちゃっていいよね。取っちゃうか村人さん勝手にね植えてくれるんですよ。ほら早速植えてる。この村人一人持って帰った方がいい説あるな。勝手にやってくれるよね多分農場ね。この辺も全部取っていきましょう。ありがとう、なんかごめんね。であっちにも畑があったはずなので、そっちからも分取っていきますよ。まあまあまあ柵で囲って湧き潰しもしましたし、それくらいは許されるでしょう。おお、こっちはめちゃくちゃ生えてる。この村人たちって植えるのは植えるけど収穫はしないのかな。いやするよね多分ね。収穫して村人たちは人参を食べたりするんだろうか、それともなんかただ取ってくだけみたいな感じなんだろうか。ちょっと野放しにしちゃいま、あっとアイアンゴーレムが出ている。なんでなんでこいつ出るの。なんかね勝手に出るんですよ。中に入れてるんだけど、起動した時とかにスポーンする範囲が広いみたいな、そういう話なんでしょうか。ちょっとわかりませんが、まあ外に出ちゃってる分はしょうがないですね。ゾンビたちが中に湧くことはないと思うので、まあまあまあ大丈夫だとは思いますけど、ちょっとアイアンゴーレムを中にこう常に入れておく方法をわかる方、ぜひあのコメントでアドバイスをください。で畑どこに作るかなんですけど、ちょっとね右側がなんか水があったりかぼちゃがあったりとかちょっといじるのがめんどくさそうなので、左側に作りたいと思います。でどれくらいの大きさにするかと、あとはねちょっとこれ段になっちゃってると作りにくいと思うんで、土を敷き詰めつつ考えます。何かけ何くらいがいいんだろうな。水を真ん中に流さないといけないらしいので、それはまあ確定でやるとして、水はその辺にあるので簡単に取ってこれると思います。バケツが必要なんだよね。とりあえずここのライン全部埋めようか。うわー土足りるかな。足りなそうな気もする。これなんかおしっぱにすれば連続で置けますよみたいな、これもアドバイスで知ったんですが、ちょっと1個多いな。まあいいや、ここまでにしとく。いや絶対足りない、待て待て待て、絶対足りない説。こう来てこう来てこう来て、うわうわうわやったわ。土をちょっと回収してきます。よーし、2スタック分集めてきたので、これを敷き詰めていきますよ。小麦と人参だからそんなにでもスペースいらないと思うな。 10×、 どうしよう、真ん中に水を通すとして4マスらしいんだよね、その水が行き渡る範囲が。だから4が、いや10でいいな、 10×9 になるのか。そんな感じでやっていきましょう。これで足りる？あ待って、全然足りないな。まだまだ足りませんね。もうここ全部平らにしましょう。ここを全部平らにしていきます。よーし、整地完了ですね。こんな感じでどうでしょうか。でやってるうちにスコップが壊れてしまったので、新たに作りたいと思います。鉄でいいよね。なんか金の方が早いとは聞いているんですけど、金はちょっともったいない感もあるしね。はい、棒と銀の延べ棒でできますよね。シャベルでちょっとついでにクワも作っちゃいますか。棒を持って、やばい夜だ、クワも作ってしまいましょう。これか、鉄のクワ1個で足りるよね。いやさすがに足りると思います。ちょっと一回夜になるので寝ましょうか。はい、朝になりました。さっき土を掘りながらなんとなく畑の構成を考えたんですが、まずは 16×11 に掘っていきたいと思います。でそこにね丸石を入れて、こう畑を囲うイメージですね。今何マス掘った？1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,16 だって。一
1マス多めに掘ってしまいましたが、これか、土でちょっと補充しましょう。で 16×11 なので、ちょっとこれお花さんどけてもらって、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11、 めっちゃギリギリめっちゃギリギリでした。で 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 だな。でここがつながるはずだ。でど真ん中じゃねえや、ど真ん中じゃないんだよちょっとね、水を通すイメージもできているんですが、4マス、いや、まず丸石敷き詰めましょう。ちょっと初めてなんで、先にね枠囲っとかないと絶対わかんなくなる。はい、丸石で周りを囲っていきます。でこの中の範囲で畑を作るイメージですね。私の計算が間違っていなければこの通りでいいんだと思いますが、4マスだよね確か。水の周り4マスが作物が育つ範囲らしいんですよ。なのでこれのど真ん中を今度掘ればいいんだな。そうすれば1,2,3,4 で、こっちも 1,2 これちょっと取って3,4いいんだな。で、10マスここ掘りたいと思います。 1,2 の 3,4,5,6,7,8,9,10 でいいんだな。で10掘りました。で真ん中に水を通すんですけど、その前にこのラインも掘っておきます。あのね、ちょっと何やってるかまだ説明してないんでこいつ何やってんだって感じだと思うんですけど、ちょっと説明しますね。丸石をここに置いて、こっち側にねサトウキビを植えたいんですよ。サトウキビがないと本が作れないらしくて、で本がないとエンチャントテーブルが作れないと。だからこっち側でサトウキビを育てて、こっち側で人参と小麦育てたいと思いますが、だとしたらこれミスったな待てよ、かなりミスったわ。これ逆の方がいいですね。奥側をサトウキビにします。よーし、直しました。これでイメージ通りですね。で真ん中に水を流すためにはバケツが必要だと。これも私わからなかったので、アドバイスくれた方ありがとうございました。バケツを作るためには鉄の延べ棒でいいんだよね。延べ棒を使って、これだ、バケツ1個でいいかな、2個ぐらい作っとく、せっかくだからいらないのかな2個も、でバケツを2つ持ちまして、水を汲もう。水はここにあるんですけど、これ減ったりする、減るかな、あ、減ないな。 OKOKOK。 で真ん中に流すんですけど、ここでいいんだよね。ここに流して、あーっと待てよ、思ったのと違う。思ったのはもうここ全部行くんかなと思ったんですけど、これ水取れる、こっから、あ、取れない。え、何、いちいち汲みに行かないとダメ、こっから。はい、汲んで、またじゃあこの端っこにペットやる。ダメだな、この水流がなくなるまで入れないとダメか。めっちゃかかるじゃん。これ2個持っててよかった。2個持って、今度はじゃあど真ん中ここにペットやる。待て待て、マジでこれ、全マスはいらないのか、こっから取る。なるほどなるほど、水流がなくなってしまえばもうこれ取っても減らないんだ。なんだその仕様は。でこれもじゃあ流していきましょう。サトウキビは砂でも育つらしいんだけど、まあ土でも育つと思うんで、育つよね、大丈夫だよね。なんか砂で育ってるイメージはあるんですけど、待って、最後なんか水流できちゃった。ここに水流作らずに OK ですね。これで全部水は落ち着きました。そしたらクワの出番だ。いや、ほんとここまで手際がいいのは皆さんがコメントくれたおかげなんですけど、こう来てこのお花ちゃん取っていいんだよね。これで 1,2,3,4 マスだから、今ちょっと乾いてるけどだんだん濡れてくるはず。なんか濡れてこないぞ、あれ大丈夫、石で囲えばダメとかそういう、いや、ないよなさすがに。これで、なんか乾いてね、これだんだん濡れてくるかな。濡れてきてる濡れてきてる、オッケー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 。ただ全マス濡れるのはちょっと時間がかかりそう。でサトウキビはクワを使わなくていいとコメントにあったので、ここは一旦このままにしたいと思います。よーし、じゃあ濡れてないけど埋めちゃうよ、埋めちゃうっていうかこれ植えちゃうよ多分。徐々に濡れてくると思うんで全部これ植えてしまいましょう。で人参は多分1個につき、いや待って、マックスまで育てば4つかな、4つか。人参がない、まさかのなくなってしまった。
4つか3つぐらい取れるはずなんで、かなり効率いいと思います。で、小麦はいっぱいできればパンになって、あとは小麦があれば牛とか豚は違うんだっけ、牛とか豚とか羊とかを育てやすくなると。よーし、これでとりあえず一通り埋まったんですが、育つまで待機ですね。その間にサトウキビ取ってきましょう。で、サトウキビもそう、優しいコメントの方がいて、私前回沈没船から帰ってきたり沈没船に行ったりとか、その辺往復したじゃないですか。じゃあその往復してる地点でサトウキビがたくさんあったから、 MK さんそこの通りに行けばサトウキビいっぱい取れますよということで、いや早送りしてるとことか細かいところまで見ていて本当にありがとうございますって感じなんですけど、こっちですよね、こっち側に確かほらほら川があるんですよ。で、川の近くにサトウキビが生えているという情報が私の方に入ってきましたので、待って、こう来てサトウキビありますか。サトウキビから紙ができるっていうのはちょっと違和感がありますけど、現実世界でもそうなんでしょうか。サトウキビが何個で紙になるんだ。紙になって、紙がまた何個かで本らしいんですよ。で、紙は前回沈没船でも手に入ってるので、まあまあまあある程度はいいんですけど、エンチャンあったエンチャントとかし始めると絶対足りなくなると思うんで、はい、これ取っていきましょう。まずは4つしかないんですけど、私のイメージではあそこが11だから 9×9 だから、18? サトウキビ18個必要なイメージなんですけど、4つしかないよ。まだまだサトウキビ探していきます。こっちに来てまた沈没船の方に行っちゃうな。いやでも川を下っていくのが一番効率がいいはずだ。そうで、じゃあこれを探している間に畑以外のなんだアドバイスコメント読んでいきたいと。ちょっと頭回ってないな私今回、大丈夫？いや実は会社から帰って聞いて、マリオメーカーを撮って編集して、でも朝の3時くらいで、でももちろん明日も会社なんですけど、まあちょっとマイクラを上げないとね皆さんせっかくたくさんアドバイスくれてるのに、なんかマイクラ上げないの申し訳ないなと思って、今ちょっと全然頭回ってない中で撮ってるって、もうそれもそれで申し訳ないんですけど、サトウキビ湿地帯にあるかな。そうで、前回いただいたコメントの中でまたあれ、エンチャントテーブル、それがないとあれが作れないらしい。シルクタッチがないと取れないものが多いので、サトウキビあったサトウキビあったけど、やばい暗くなってきたぞサトウキビありましたけど、ちょっと夜の中サトウキビ集めは怖いな一回帰って違う方向を攻めるか、それとも村まで行っちゃってあっちで寝るっていう手もありますが、サトウキビあった。待って、めっちゃあるんだけど夜だな、怖っ。おーっと、いいぞ、待って、かなりあるわ。はい、この辺を取っていく。あ、一番下を壊せば取れる系のシステムですね、これも。OK、18個集まりました。18個は余裕で集まったんですけど、ちょっと帰り道が怖い。やばい、急げ。暗くなってきた。で、エンチャントテーブルを作るためには、黒曜石とダイヤモンドと本が必要らしいんですけど、結局シルクタッチが欲しいから、エンチャントテーブルが欲しくて、で、やばい。食べ物がないけど、これパン作れるっけ？作業台ないと作れないんだっけ？やばすぎ遊び方じゃなくて、あ、待って、やばすぎ、これやらかしたわその羊さんにちょっと成仏してもらって、一回生肉で飢えをしのぎましょう。サトウキビって食べれないよね、だってそのまま。こう来て、やばい、ゾンビとか湧いてる。ちょっと羊さんのお肉を、いただきましょうか。やばい、来てる。何？クリーパーが爆発して、そのうちにちょっと帰りましょう。00に向かえば帰れるはずなんで、こういう時迷わなくていいよね、座標を覚えてると。てか家を00の近くに作ったのは我ながらこれはかなりありだったわ。これをやってなんか、待って、エンダーマンがやばすぎる。そして待って、めっちゃやばい。待って、嘘。待って、ここでやられるのマジない。ここでやられるのだけは本当に避けなければいけないんだが、やばいよ。走れないんだって今。これ雲が後ろからすんごい追いかけてきている音がするんですけど待って、本当に無理。本当にここでやられたらやばい。もう夜だし、まあ、近くだから取りには来れるけど、今回はあったお家がありました。今回畑作りの回だから、そういうねやられるみたいなパートいらないんですよ。
そういうやばいやばい、そういう取れ高いらないんです今回。あ、待って、ほんとガチ、そういう取れ高は今回必要ありません。羊さんがいた。羊さん、ちょっと悪いけどお肉になってもらいます。あなたにお肉になってもらわないとまずいんです。オッケー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 。で、お肉を食べて、オッケーオッケー。いやいやいや、ほんと焦るわ。で、こう来て、体力が待って、まずいな。これ高いところからちょっと落ちただけでもやられちゃいそうですけど、落下軽減の防具ありましたよね。そう、今回畑作りだからいいやと思って防具着てないんですよ、私。それがあだとなってしまった。まさかの夜になるとは。帰って速攻で寝て、サトウキビを植えましょう。まあ、牧場も今回作っちゃってもいいかなと思ったんだけど、完全に尺が足りないですね。で、次回はそのエンチャント、あ、待って、いいや、とりあえず一回寝よう。次回、そのエンチャントテーブルを作るために、黒曜石とかもいろいろ必要なんで、で、エンチャントするためには、もっと言うと、エンチャントするためには、経験値がいるんですよ。経験値だとラピスラズリもいるらしい。これもうエンチャントのあれが全然分かってないんですけど、もう結局ね、もう一回洞窟行かないといけないと思う、私。だから次回はもう一回ちょっと洞窟探検したいと思います、他の洞窟。で、そのダイヤモンドとかもまた足りないんで、ダイヤモンドとラピスラズリと、あと黒曜石か、取りに行きたいと思います。黒曜石を取るためにはなんかいるんだっけか。待って、なんかあったな。ちょっとなんかいると思うけど、後でコメント欄遡ります。これでいいんだよね、育つよね、サトウキビ。ちょっと待ちますか、一回。あの、まだ乾いてる部分もありますし、サトウキビもこれで育つかちょっと自信がないので、一旦待ちたいと思います。これ夜になって気づいたんですけど、湧き潰ししないとまずいですね。ある程度の間隔で松明を置いていきましょう。こんなもんでいいかな。ちょっと真ん中あたりがまだ暗いか。畑の中に湧いたりすることもありえますよね。ちょっと待って、この辺にも置こうか。ここにも1個置いて、待って、これど真ん中、まあ、10個だからど真ん中はないんですけど、あ、待って、あ、ジャンプするとまずいんだ、そうだった。ここやり直しですね。ここはい、クワでやって、人参か、人参あるっけな、あった。人参を植える。うわー、ちょっと1個ミスってしまいましたが、夜なんで1回寝てまた経過見ていきましょう。はい、マイクラの時間で2日ぐらい放置してみたんですが、今の状況はだいたいこんな感じです。小麦はもうほぼほぼ育っていますね。で、人参もまあまあまあ収穫できるものがちらほらあるかなっていう感じで、問題はサトウキビなんですよ。なぜか1個も育ってないっていう。これもしかしてなんか間違えてる、私。砂じゃないと育たないとか、そういうことがあるんでしょうか、もしかしたら。いや、砂でも土でも育つって一応聞いてたんだけどな。ちょっと待ってみて、育たないようだったら砂に変えてみますね。で、湧き潰しも完璧だと思うので、一旦畑の制作はこんな感じで終わりたいと思います。じゃあ次回はこの畑で採れた野菜を持って洞窟探検再び行きたいと思います。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。